さの結果がね出たようですね。はい。さあどうなんでしょう、木村さんが一周勝ち抜けることができるのか、はい、はたまた池野さんが新チャンピオンになるのか。それでは皆さんに札を上げていただきましょう。審査員の先生方お願いします。チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、木村さん一周に勝ち抜け、おめでとうございます。本当に一周です。あらちょっと聞いてみましょうか。秋葉先生、ですね、挑戦者のマルガリタさんは歌をまとめるのはすごい力があると思うんですね、はい、それとハスキーな声すごく魅力だったと思うんですけども、伝わってくるものが少し欠けていたように思います。しかしながらそのチャンピオンの方は一生懸命さがですね、この審査員に伝わってくるんですね。これからの将来性を買いました。はい、将来性を買ったということで木村さん選ばれました。はい、じゃあチャンピオンの方は安定感がすごく声にあってですね、あと演歌も歌えるんだということで、はい、選ばさせていただきました。ありがとうございます。歌的ですね、そんなに大差ないというか、ただ前半はねすごい良かったんですよ、はい、ただそこから笑ってるあたりからなんかねこう雑になっちゃったというか、いうところがちょっと残念だったかな。まあ、審査員の先生方のお話を伺ってみると、もうどちらも勝ってもおかしくなかったというすごい戦いだったんですね。本当は僅差だったみたいですね。この番組こういうの多いでしょう、皆さん上手な人ばかり。この番組は宇賀、EA ミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。来週は3週目、はい、意気込みをお願いします。もう精一杯、もう今まで歌ってきた練習してきた成果をこの曲に乗せて頑張って歌おうと思います。わかりました、はい、ね、さあこの番組ではチャレンジャーの皆さんも大募集しております。はい、ぜひテレビをご覧の皆さんもホームページご覧いただきましてご応募ください。歌が上手くなくても勢いだけでも OK ですよ。ということで楽しみに頑張ってくださいね。それではお別れです。また来週。